はい、でも、いや、ちょっと結構話題遅れたけど、桐崎英二が公職選挙法違反に当たる、まあ、ね、そのね、その政治家の投票のポスターのとこに貼っちゃったんだよね、自分の指名手配の。で、それ自作自演で自分から言うっていう。それもなんかね、って感じだけど。まあ今反省してる感じだけど、俺は今回の事件でその悪いことをしたけど、俺これでようやく桐崎英二の動画って、あ、コントなんだって思うようになった。まあ小学生がそのなんかしてた時点で多分コントかなとは思ったけどね。だからもう桐崎英二の動画見やすくなった、俺的には。なんかさ、もうよくわかんないじゃんね。でも数字取りたいだけでしょ、あいつやっぱ。なんかやってることは和製老眼ポールだからな。やっぱ和製老眼ポールに木崎英二がなるんじゃないかなと俺は思うよ。まあ反省してないじゃん、木崎英二って。する気ないじゃん、あいつ。でもどんどんやらかしてね、行ってほしくないけどな。で、連れのなんか宇田先輩って人もなんか犯罪自慢するような人でしょ？超ダセーじゃん。犯罪自慢。なんか俺、刑務所行ったからみたいな。ダセーって思っちゃうけどね。まあ、木崎、いいじゃん。もう見ないっすよ、やっぱ。親父が寒いからね、まずやってる親父が。何が短血期だよって。まあね。寿司ラーメン陸とは真逆の人生を歩んでいくのかな。それだけ。なんか動画乱発しすぎだ。今日はこれくらいにしとくわ。おしまい。